そういうことです。明日はできたらもう朝からやりたい本当は。まあ分からない、私朝やるってさって朝起きれるか分からんから何も言えないですけど。猫キャットさんペンライトありがとうございます。ライフハートもありがとうございます。トールさんだるまありがとうございます。朝やるかもしれん。赤ちゃんお誕生日お祝いしてくれてありがとう。あ、そうだ、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、素敵な一年にしてね。おめでとう、ももこさん、ハッピーバー。そこも一日経ったんや昨日の配信がさっきのことのようやで、何を言ってるんだろな。あれ、なんかまだいたよな誕生日の人。でもこんな急にやったらな、来れんかもしれんよな。申し訳ねえだ。猫キャットさんもだるまありがとうございます。あ、はい、だっていたよ。にしぷーさんもお誕生日おめでとうございます。イエーイ、素敵な一年をお過ごしください。ハッピーバースデー。そうだよ、誕生日の人はね、誕生日だよって言うとこういう風にお祝いしてもらえるんだ。みんな積極的に言っていこう。私はみんなのこと信じてるから証拠とかいらないけど、でもあれ、この人この間もやったなってこう思ったら、あの遠慮なくこうさよならってするからブロックします、ここでピッてはい、あーダメですね、この何月何何何とかなんですみたいなこう未来の話とかは、まあ、昨日も言ったんですけど、そんなことするわけないでしょって。当日か前日か、まあ本当そのレベルで言ってください。本当に本当にそう、もう当日とかに来ないと無理に決まっとるよね。そのね、半年後の人とかに言わんよろ、道端であって。そういうことよ。トールさんかわいい、ありがとうございます。トートイもありがとうございます。はい、なので皆さん普通に誕生日の日来てくださいね。誕生日っつってんじゃんね、誕生日じゃなきゃ無理に決まってるよね、ということなんだよね。ただ申し訳ないのは、私その日にさ配信しないかもしれないじゃん。それはもうほんまごめんなっていう運だから。これは別にあのあなたの誕生日のことまで覚えてあなたのことが嫌いだから配信しないとか、そんなことしないから、わざわざ、そうそう、覚えてないからそもそも大丈夫だから絶対マジ完全ランダム 50% の確率で配信するかしないかだから。でもな、こういう風にな急に始まってさ、うわ今日誕生日だったのにってことがないようにね、まあ、できれば事前に告知したいという気持ちはあるんですけど、まあ、それも運ですね。なので運が良かったらお祝いしますし、運が悪かったら1年間頑張って待ってくださいよろー。孔明さん、大阪のお母さんさん、服ありがとうございます。猫キャットさん、 GG ありがとうございます。大阪のお母さんさん、手紙ありがとうございます。君に手紙を書きました。なんとかか、なんとかか、便箋に何枚も。にしぷーさん、服たくさんありがとうございます。今たまたまさショールーム開いたら加藤翔さんが配信してる。かわいい、推しメンなんです。嘘やん、マジか、めっちゃ見たいぜ。バイキンマンさん、ムフィドさん、服ありがとうございます。手紙欲しい、買えばいいやん。どういうこと、
私手紙渡すこと一生ないで、私チーム警報やないもん。便箋に何枚も青いインクを選んだわけは、青空が好きだって君が言ってたから。そうですね、ファントムさん、服ありがとうございます。紙テープ欲しい。あ、紙テープは可能性はあるわな。それは可能性あり。可能性あり。今日って何日だ？今日23日か。もう本当に分かんない、時間が。マカニャンの歌声いい感じで眠くなる。寝なよ、もう夜だし。痛い。猫キャットさん、だるまありがとうございます。紙テープ投げるの難しい？別に投げるだけだもん。プープーポーンってするだけよ。フランさん、かわいい、ありがとうございます。やっぱスタンド買おうかな。結局買ってないんだよね、スタンド。でも本当に、もう本当にどうしようかな。でもめんどくさいんだ、買うの。本当にそういうとこある、めんどくさいんだよね。天神丼は市販中なの？天神丼って何？何天神丼。じゅんちゃんさん、手紙ありがとうございます。僕は普段手紙を書きません。なんだっけ、でもなぜだか急に君に手紙が書きたくなったんです。君に手紙を書きたくなったんですかな。受け取ってもらえますか。いいよ。伊藤ごまさん、服ありがとうございます。いいよ、特別だよ。ラビリンスのイベントよ。ああ、あれはやらないです、私は。なので、でもCM 選抜はやってみたいなっていう気持ちもなきにしもあらずんばなので、そんな感じですね。迷います。 CM 選抜、アイアライブが楽しそうだからやってみたいなって気持ちはあるんですけど、とりあえずやるとしたら CM 選抜かなって感じなので、やらないです。なんで皆さん好きにしてください。やらないもよし、誰かに入れるもよし、何となくやってみるもよし、皆さんのお好きなようにしてくださいませ。制服の目ひじりと被らないポジを覚える予定はありますか。どうでしょうか。それを私は言うことはないと思います。そうですね、まあ、私の性格上というか、普通にこれは言っちゃダメなんじゃないですか。覚えてたとしても、覚えてたとしても覚えてないとしても、それは言うのはダメなんじゃないですかね。どうなんでしょうかっていうことでございます。フランさん、服ありがとうございます。ダーさんも服ありがとうございます。そうですね、こういう質問は皆さん気になるのかもしれないですけど、どうなんですかね、多分言っちゃいけないんじゃないかなと思います。
他にもね、これだけじゃないけど、なんとか出ますかとか、そういうのは情報が解禁された時にやっと答え合わせみたいな感じなんじゃないですかね、知りませんけど少なくとも私は絶対言わないです。もし覚える予定があったら覚えるし、覚える予定がなかったら覚えないし、それを皆さんが知るのは私が出た時に、あ、違うとこ覚えてたんやってなって知るって感じですかね。なので、まあ、難しいですね。お待ちくださいとも言えないじゃないですか。だって別に予定なかったらないしね。まあいつか出たら分かるんじゃないですかね。なんて言えばいいんだろうね。そう、困っちゃうから言わないでほしいです。聞かないでください。髪の毛巻きました私。適当巻き、ゆる巻きみたいな感じにしましたよ。適当巻きです。これなんか低いのかな、角度がなんか違うんだよな。もうちょっとね、上から撮ってくれた方が漏れるんですけど、白熊さんハートありがとうございます。パンチョリナさん服ありがとうございます。猫キャットさん似合うありがとうございます。ゆかりんさんかわいいありがとうございます。ほうですね、ほうですね。ちょっと待ちな、みんな。私21分から配信してたんだ。それを知りたかったのだ。てか今日のいよりのインスタ見ました？あれ今日のいよりなのかな、わかんないけど、今日のいよりのインスタっていうのは今日はいよりが上げてたってことね。ちょっとかわいすぎません？ちょっとさすがにどういうことみたいな、さすがにどういうこと、ちょっとかわいすぎてびっくりしちゃいましたね。これはまずいこれは大変まずいって感じです。こんなかわいいことをお茶なんかできるわけないねっていう。あー15分経った、早くない？なんか215日です。ありがとうございます。パチ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 、え、本当にめっちゃ可愛くないですか。私もびっくりしちゃって、あんたちょっとって思いました。さすがにあんたちょっとこれは可愛すぎよ、あんたどうしたの、あんたと思って近所のおばちゃんが出てきちゃいましたね。猫キャットさん拍手ありがとうございます。フランさんも拍手ありがとうございます。大阪のターさんさんブラボーありがとうございます。伊藤駒さん服ありがとうございます。はい、びっくりびっくりびっくり、さすがにかわいすぎかにゃ、大丈夫かにゃって感じでしたね。バチヤバ、バチかわいい、40分くらいに終わりにします。本当にすいません、こんな急で。じゅんちゃんさんかわいいありがとうございます。ランさんハートありがとうございます。ほんまにほんまにほんまにかわいすぎて、私もうどうしたらいいかわからんってなっちまいましたわ。これは困りましたわっていう
エセ関西弁がよりエセっぽくなってしまうくらいには可愛かったですね。私が全く外に出ないしのんびり過ごすこともないから写真がマジでなくてちょっと困ってるんですけど、まあそのうちあると思います。写真撮ると思うのでお待ちくださいませ。ゆうすけさん服ありがとうございます。ほんじゃあそろそろちょっとすいません、こんな急で申し訳ないんですけど、ランキング読みます。13位、若菜のふっくらお米さん、なんだそりゃ、ありがとうございます。12位ムフィドさん、ありがとうございます。11位トールさん、ありがとうございます。10位ユカリンさん、ありがとうございます。9位エウリカさん、ありがとうございます。8位フランさん、ありがとうございます。7位トシさん、ありがとうございます。6位ダーさん、ありがとうございます。5位トーゴマさん、ありがとうございます。4位シロクマさん、ありがとうございます。3位ニシプーさん、ありがとうございます。2位大阪のターサンさん、ありがとうございます。1位が猫京都さん、ありがとうございます。どうも皆さん、こんな急にやってしまってごめんね。また見に来てください。それではバイバイ、さようなら、ありがとうございました。あ、間違えてブロックするとか言って、バイバイ。